2023年もう最終月になってしまいました。早いですね。もうね、12月なので、今日はね、ちょっと久しぶりに髪の毛すっごい伸びすぎちゃったので、切って綺麗になってこようと思います。楽しみだな。ちょっとなんだろう、イメージ変えたいな。イエイ。もうこういうんですよ、もう前髪が、うん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 、やつガンガン行ってください。行きましょう、うん、でこのワシャシャとお願いします。どれぐらい切るかな。はい、じゃあ行きまーす。ブチイエーイはい、2023年みんなはどんな年だったでしょうか。私はね、もう一言で言うと馬車馬のようにもうがむしゃらに走り続けた1年だった気がします。もう目の前に来るチャンスに全身全力ビームでこうぶつかっていて玉砕していました全力ビームで頑張っている時に周りの温かい支えに気づいたり、そしてね、新しい出会いにワクワクしたり、そんな1年でした。はい、出来上がりです。ルン。2023年12月9日、今年最後のお楽しみイベント、クリスマスダンスパーティーを開催しました。最近私ね、抜け感っていう言葉がすごい大好きで、こなれ感っていうのかな、リラックスした大人の余裕って感じの雰囲気で、いい意味で嫌味がない、気取らないラブな感じ、そんなね自分になりたくて、踊りもパフォーマンスも空間も全て含めてね、そんな抜け感を学んでいきたいなってすごい思っています。なんかね、ちょっとどっかでうまく抜け感を出していくと、一緒にいる人がすごい心地いいと思ってくださる。なんかまあでも抜いていけばいいってもんじゃないから、そこもすっごい難しいなって思いながら、もうでもね、とにかくリラックスして楽しんでいく、そんな空間を作っていきたいなって思ってます。ふわりーんとしていて、ポッカポカであったかい空間で、みんなでね、トロントロンにね、踊りでとろけちゃいたいって思うの。メカリキマカーイ、メカリキマカーイ、イエーイ。
次回の動画でお会いしましょう。ダンサーのゆうこでした。